ちょっとじゃあ今おしぼりとお水いただいたんですけど、さすがコースターも上太郎柄で、ちょっとじゃあこんな形でお待ちしてる中ですけども、お待たせいたしました。はい、お願いします。こちらが、はい、パンパンでございます。おすごい、ありがとうございます。いやーすごいな、さすがありがとうございます。すごい、ちょっと今ねこれあの写真を多分動画内に入れていただいてると思うんですけど、これすごいですよ。ちょっとこのなんか YouTuber みたいなことやってますけど、これほんと手作りでね作られてるのがわかる、はい、でお着物の柄みたいなね、本当に、うん、どうしましょう、食レポとかするの食レポしたことないのであれなんですけど、いただきます。うん、うん、うん、結構あの評価なので、うん、さっぱり食べていただけます。うんうんうん、うん、味がすごい、実は濃厚な、うん、肉感はすごいですね、これ。はい、もう本当に一つずつ丁寧に、ね、作ってますので、写真でね、これ分かるかどうかですけど、かなり果肉がたっぷりね、入ってますよね、すごい手かかってる感じが、手作りならではだと思いますね、うん、こういったところは、うん、早速ちょっとコーヒーもね、こだわりをいただきます。一番人気ですね、ブレンドコーヒーで。美味しい、やっぱり美味しいですね、真面目な。コーヒーですけど、コーヒーゼリーすごいおすすめなので、僕大好きなんですけど。結構食べてますね。食べてますね。でも、もともとね、アイスキャンディーアイスが大好きだったジョータルさん、あれ、作られてるこだわりがすごい感じるアイスで。アイスバーがどうしてもなんかやりたかったっていうところから広がったので、うん、前回の動画ではね、カウンターの方でちょっと注目させていただきましたけど、全然雰囲気ありますよね。そうですね、ファミリーのお店の雰囲気も、はい、ファミリーかも本当にもちろん京太郎なのでこちらとかも西日和とかの感じも、はい、うん、ご覧になったりできながらの、はい、こちらにもね、モニターでね、ショーの映像が流れてますけど、はい、もう着物にね、その全然ゆかりない方でもカフェの営業だけで大きいだから、うん、本当になんか着物ってさ、誰がとかって思うのもリアルでいいですよ。伝統工芸に触れていただきながら、はい、あのこういったなんかちょっと洋風なものを召し上がっていただいて、うん、はい、なので面白いと思います。いいですよね、はい、じゃあアイスバーは本当にお持ち帰りもできますし、はい、こちらウェブでも販売しておりますので。あ、そうなんですか。そうです。そっか、なんか入り口になんか箱になってるアイス。そうなんです。あれがまさに箱も本当デザインも上太郎のお持ち帰りですし、あのあれで、ね、お持ち帰りもできますし、うん、配送もやってますので。あ、じゃあ贈答するとかっていうのができるわけか、はい、そっかそっか、全然あのいい意味でですよ、溶けないのでしっかりと。なんかお茶運びで、ね、お持ち帰りぐらいってことでね。あ、はい、もうドライアイス入れさせていただいておりますので、はい、おっしゃっていただければ大丈夫ですね。それはなんか何本セットとかになるんですか。あ、特にあのなくてですね、はい、大体の箱のサイズがあの10本程度入るんですけれども、そこに、まあ、5本だけとか、まあ、お客様のご都合によってあの選べることができますので、僕は自由の好きなやつを選んで。そうですよね。じゃあどうしようか、こうかな。いいですか。え、あ、さっきミニのから選んでいいんですよね。ミニの、まあ、店内のやつからでもそうですし、はい、前で普通にお選びいただけますし。あ、そうなんですね、はい、ちょっとこの後、あ、そう、おっと、いいですか。ちょっと持ち帰り用にじゃあちょっと後ほど。お客様。いやいや。いやでも本当に嬉しいのでね。うん、いや嬉しいです。やっぱ本当に人気いただいてますので、うん、はい、こちらは結構ウェブでもね結構あのご注文していただいて。あ、本当ですか。あのウェブとちょっと店頭の箱が違うんですよ。なのでそちらもちょっと上太郎ファンでしたらその箱も結構、いいですね、はい、楽しいかと思いますね。多分今映像にね QR コードがね、いつか来たの表示で。ってると思うんですけど、ぜひじゃあそこからね、はい、注文いただければと思いますし、はい、ここのカフェ自体は、あのさっきカフェでしたっけ、予約をしなきゃいけないっていうのは、こちらは本当に毎月かちょっと、うん、不定期なんですけども、あのインスタとかで本当に予約していただいて、はい、チェックですね、メニューは新しいメニューはインスタに一番最初にアップされてるわけですね。
そちらから飲むということで、はい、それ以外のメニューはもう普通にここに来てご注文していただいて大丈夫ですよね。はい、いや、美味しいな。いや、嬉しい。今日ちょっとあの、実家に動く予定があるので。実家です家族に買っていこう。あ、ありがとうございます。ぜひ、本当に。で、ちょっとお酒がね、1本だけ入ってるやつがあるので、アイスとか。はい、ラムレーズンっていうものなんですけど、いや、めっちゃ人気ですよ、それも。やっぱそうですよね。はい、それも結構、でもね、ちょっとのラムじゃないので、うん、割とアイスでこんなにぐらいまで来るので、マキケンさん大丈夫かもしれないですけど、もし、なんかご家族の方でね、気をつけてください。なるほど、なるほど。はいはい、ちょっと僕はね、今日は写真とか撮ってないですけど、本当にカラフルで、ね、綺麗なアイスなので、ぜひね、皆さんにお楽しみいただければと思います。はい、なんかどんどんアップしてください。そうですね。はい、皆さん、今日は本当にいろいろとご紹介いただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当楽しかったです。暑い時期なのでね。そうですよ、ぜひ。アイスバーとか本当に嬉しいですので、ぜひぜひ、ね、この動画見てね、ちょっとカフェをお越しいただけると思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。シャインマスカット4本、うん、あとグレープフルーツヨーグルト4本、はい、なんかもう1本選ぶし、何がおすすめですかね。あの、本当に結構人気のダイスの曲みたいなのが、うん、ロイキャラっていうのも結構人気で、ロイキャラね、わかりましたね、はい、これか、スベリップも結構一番濃厚で、でもやっぱりもう不動の人気というか、じゃあ1本ずつにしようかな。こちら、はい、はい、多分試していただいて、はい。